ねえユキ、聞いてよ。私今すんごく大変なことになっちゃったの。どうしたの？話なら聞くよ。さすが私の親友だよ。もう自分でもどうしたらいいかわからなくてさ、とりあえず親友のユキに話を聞いてもらいたくて。今は時間大丈夫？うん、大丈夫。もちろん話なら何でも聞くよ。ありがとう。まずね、実は私ここ最近ずっと片思いしていた人がいたの。もしかして前に会った時に話してくれた人？気になる人ができそうって言ってたよね。そうなの。それでその人とこの間ようやくデートできてね、私やっぱりこの人好きだなって確信したの。え？いつ前デートなんてしてたのよ。それってもう脈ありじゃない？だよね、そう思うよね。彼も私のこと可愛いってずっと言ってくれててね、今じゃ毎日連絡を取ってるくらいなの。もう付き合ってるようなものじゃない。あ、でも大変なことが起きたって言ってたよね。その彼と何かあったってこと？大変なことがあったっていうか、なんていうか、あのね、実はその彼ね、本当は恋人がいるの。え？それって彼女さんがいるのに彼女と連絡を取り合ってるってこと？うん。だから最初はデート一回するだけで諦めようって思ったんだけどね。でもこの気持ちだけは止められないの。彼も今は私が一番好きって言ってくれてるし。ちょっと一旦落ち着こう。カナの気持ちも理解できるけど、まず前提がおかしいよ。え？どこが？恋人がいる人をデートに誘うのも相手の彼女さんに失礼だと思うし、そんな彼も彼だよ。私、親友がそんな人に恋してるのってなんかやだな。じゃあユキは私の恋の応援してくれないの？それでも私はすごく好きなんだよ。応援してあげたいけど今の現状じゃ無理だよ。まずは一旦彼から離れてみない？今のカナは周りを見れていないと思うな。はあ？彼から離れるなんて無理に決まってるじゃん。私彼のことが本当に好きだもん。だから妊娠までしちゃったんだからね。え、妊娠？そうなの。今朝分かったことなんだけどね、私妊娠してるみたいなの。もちろんお腹の子供は絶対に彼の子供だよ。嘘でしょ？彼女がいるような人の子供を妊娠するなんて。カナ、あんた何を考えてるのよ。自分でもバカなことをしちゃったなって自覚はあるよ。でもできちゃったものは仕方ないじゃない。だからこうして親友のユキに相談してるんだよ。ねえ、私どうしたらいいと思う？どうしたらいいって聞かれても、せっかくの命だし産んであげた方がいいだろうけど、でも彼が認知してくれるかしら。ましてや向こうには彼女がいるんだし、彼にも一応相談をしてあるの。そしたら上手に彼女と別れることができたら私のところに来てくれるって言ってくれたの。パパになるから結婚しようって言ってくれてるの。確認したいんだけど、カナはお腹の子供を産みたいんだよね。しかもその子供を一人でじゃなくて彼と一緒に育てたいんだよね。もちろんだよ。子供には両親が必要だと思うの。なら殴られる覚悟で彼女さんに頭を下げるしかないんじゃない？下手に綺麗事を並べて上手に別れようとしちゃダメだよ。相手を傷つけるようなことをしたのはカナと彼だもの。どれだけ向こうの彼女さんから罵詈雑言を浴びようとも、ちゃんと頭を下げて許しをもらって、それで結婚出産するべきだと思う。わかった。じゃあもしユキが同じ状況になっても、相手が頭を下げたら絶対に許してくれるんだよね。そんな状況になったことがないからわからないけど、妊娠されてる以上何も言えないだろうね。悲しいし悔しいけど、彼を譲るんじゃないかな。本当に？ならよかった。その言葉を聞いて安心したよ。じゃあ改めて言うけど、ユキごめんね。妊娠したからあんたの彼氏もらっちゃうね。え？ああ、よかった。もし絶対に許さないって言われたらどうすること思ってたよ。ちょっと待ってよかな。え、妊娠って、もしかして、今までの話って全部私たちのことなの？そうだよ。私ね、ずっとユキの彼のリュウタ君を狙っていたんだ。でもめでたく妊娠したし、これで確実に私のものだよね。はあ？謝ったんだから許してくれるよね。お腹に子供がいるんだし、彼を譲ってくれるんだよね。だってさっきそう言ってたじゃん。確かにそうは言ってたけど、でもこんなのっていろいろ言いたいことはあるんだろうけど、でもこっちは妊娠してるんだから仕方ないよね。シーラシユキなら全部許してくれるっしょ。ちょっと待ってよ。ちゃんと私に申し訳ないって気持ちはあるんだよね。そんな開き直りなんてひどいじゃない。
いやー、物分かりのいい親友がいて私は幸せだよ。じゃあ次は早速結婚式の話をしていいかな。無事にユキの了承を得てリュウタ君をゲットできた後はどんどん次のことを話し合っていかないとね。はあ、結婚式ですって？当然でしょ。だって私とリュウタ君は夫婦になるんだもん。お腹が大きくなる前に結婚式をしておかないとね。もちろん親友としてユキも出席してくれるよね。後で招待状も送っておくから。はあ、なんで私まで出席しないといけないのよ。親友なんだから当然でしょ。結婚式のスピーチも頼みたいし、出てくれないと困っちゃう。私にスピーチまでさせるつもりなの？私からリュウタを奪ったくせに。結果的にバイオの形になったけどさ、親友の結婚&妊娠っておめでたいことでしょ。略奪女は水に流してお祝いしてくれたっていいと思うな。水に流すなんてそんな簡単に言わないでよ。あんた自分が何したか分かってるの？親友の恋人奪ったのよ。しかもその挙句に妊娠だなんて、私と縁を切られてもおかしくないんだからね。そんなのやだやだ。親友失うなんて絶対にやだよ。どの口がそれを言うのよ。だってユキとは長年の親友だし、ユキは私とコウタ君の恋のキューピッドだよ。ユキがいなければ彼と出会うこともなかったし、私にとっては大事な存在なの。縁を切るとか言わないで。結婚式のスピーチも全部やってよ。 なんてわがままなの。私がわがままなのは長年の付き合いで知ってるでしょ。だから私もちゃんと知ってるよ。ユキはなんやかんや私のことを許してくれるはずだって。だからいいよね、親友代表として私たちの結婚式に招待してあげるんだし、新郎新婦のキューピッドとしてスピーチよろしくね。なら本気でやるけどいい？え、そこまで言うならいいわよ。受けて立ってやるわよ。なんだったら本気でスピーチを考えてあんたたちを大号泣するくらいのものをやってやるわよ。なんか超ノリノリで受けるんだけど。でもさすがユキだね。死因のユキなら絶対に引き受けてくれると思ったよ。それじゃあ結婚式について詳しく決まったら教えてね。私今から超大作のスピーチを用意しておくから。はいはい、じゃあ結婚式当日よろしくね。ちょっと一体何なのよあのスピーチは。最高のスピーチだったわね。会場中がすすぎ泣く声が響いて、予想通り大号泣者の感動スピーチになったわね。ふざけんな。何が感動者のスピーチよ。あんなの感動涙じゃないわ。あんたに泣かされただけの涙よ。違うでしょ、こんなに泣かされた涙でしょ。まさか愛する娘が略奪なんてするような子に育っていたなんて、カナのご両親ハンカチがびしょびしょになるくらい泣いていたわね。あんな場で私たちのことをパキロするなんて、なんていないことしてくれたのよ。何言ってるのよ。私は親友として二人の恋のキューピッドとして、カナとリュウタの素敵な馴れ初めを上手にまとめてあげただけじゃない。私のスピーチだけだと臨場感が足りないから、わざわざ浮気写真や動画付きのスライドショーも用意したのよ。あれ結構時間がかかる対策なんだからね。そうよ、あのスライドショーは何なのよ。なんであんたが私とコウタ君の写真を全部持ってるのよ。あんたには見せたことないのにおかしいじゃない。どうやって手に入れたのよ。リュウタ本人から直接もらったの。私から頼んだら喜んで見せてくれたわ。え、カナから全てを聞いた後すぐに私からリュウタに連絡したの。別れることに納得するし、浮気のことも責めないから二人が付き合ってる証拠を見せてくれないかって。それで全部見せてくれたっていうの？うん、喜んで見せてくれたわよ。ユキが物分かりのいい女性で助かるよ。妊娠させたから責任は取るけど、俺が一番愛してるのはユキだから。なんて最低野郎のセリフ付きでね。はあ？なあ、大丈夫だから安心してね。ユウタなりの口説き文句も私には何にも聞かないから。私最低野郎の言葉はノイズキャンセリングできるの。ふざけんな。よくも私たちの結婚式をめちゃくちゃにしておいてそんな態度にいられるわね。私たちに謝りなさいよ。略奪を報告した時も私は謝ってあげたじゃない。なのにこんなのってひどすぎるわ。逆に聞くけど、一体どんなスピーチをしてもらえると思ったの？まさか私が泣きながら空気を読んででっち上げのいい感じの慣れ初めを作ってくるとでも。親友なら知ってるよね、私嘘つくことが大嫌いなの。
お望み通りスピーチしてやったのに一体何が悪いのよ。それで私たちに復讐したつもりになってるんじゃないわよ。こんなの私は許さないからね。親友だからって容赦しないわよ。私は親友だからってスピーチを引き受けてあげたのに、カナって冷たいのね。うるさい。こうなったらあんた結婚式費用すべて支払いなさいよ。はあ、結婚式費用全部？そうよ、あんたのせいで台無しになったんだもの。両親からはどういうことかちゃんと説明しろって連絡来るし、招待客からはもう付き合えない絶縁宣言ばかり送られてくるわ。全部あんたが悪いんだからね。いや、自業自得でしょ。違うわよ、あんたのせいなのよ。私たちの結婚式を台無しにしやがって。お詫びに私たち慰謝料支払いなさいよ。そっちも払う覚悟はある？え、私に請求する覚悟があるなら当然請求される覚悟もあるわよね。争うってことはそういうことになるけど、それでもいいのよね。え、覚悟があるならどうぞ請求でも何でもしなさいよ。でもその分だけ私も慰謝料請求するからね。あんたも覚悟しなさいよ。ちょっと待ってよ。なんで私が払うのよ。こっちは結婚式をめちゃくちゃにされたのよ。あんたも払うに決まってるでしょ。私はカナのせいで精神的苦痛を感じたのよ。5年も付き合っていた彼を奪われるだけでなく、結婚式スピーチの依頼まで。これは十分慰謝料請求できる出来事だわ。え？対策のスピーチ原稿もスライドショーも文字通り血ヘドを吐きながら作ったのよ。あの時の私の気持ち、本当には一生わからないでしょうね。慰謝料請求するならこっちも出るとこ出てやるんだからね。ちょっと落ち着く？やっぱり慰謝料請求なんてしないからさ。だからお願い、ゆきも私慰謝料請求するのやめてよ。私妊娠してるんだよ。これからお金もかかるし、妊婦を不安にさせないでよ。そうね、あんたがしないなら私もしないでおくわ。お腹の赤ちゃんに罪はないものね。よかった。じゃあ私はこれっきりであんたたちと縁を切るつもりだけど、後のことは自分たちで頑張ってね。実はさっきからあんたの会社関係の方から詳しい話を聞かせてくれって連絡がしつこいのよね。え？職場の上司を結婚式に呼んでいたみたいだけど、あんたの会社って倫理観に厳しい会社なんだってね。プライベートに問題のある社員がいるのは困るって言ってたわよ。困るって何？まさかのクビ？さあ、私はそんなの知らないけど。そんなの困るわよ。会社から産休育休しっかりもらうつもりだったのに、クビになったら何の保証ももらえないじゃない。だから私に言わないでよ。もう私には関係のないことなんだからさ。じゃあ私はこれで失礼するわね。改めて結婚おめでとう。これからはお腹の子供に恥じない生き方をしなさいよ。後日、会社の上層部に呼ばれたカナは、話し合いの末、依願退職という形で会社を去ることになったそうです。私は妊娠のこともあり、竜太の実家で同居しているそうですが、姑からは冷たい態度を取られ、近隣住民や産婦人科でも結婚経緯を知られているのか、肩身の狭い思いをしているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。